続きまして、来賓のご挨拶を文部科学省科学技術学術政策局研究環境課研究構成推進室室長岡村克義様よりいただきたいと存じます。それでは岡村様、どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。文部科学省研究構成推進室長をしております岡村と申します。よろしくお願いいたします。今ですね、ちょっとタブレットでメモを持ってきたんですが、急に消えてしまったので申し訳ないですけども、本日、シンポジウムを開催していただいておりますのは、文部科学省が平成26年に策定しました研究 不正に関するガイドラインに基づいて、研究機関において、研究倫理教育の実施、それから、研究不正が起きた時のしっかりとした、不正行為への、不正調査の対応といったことで、取り組みを求めていただいているというのが一つと、あとは本日、シンポジウムを、主催していただいております、MEDをはじめとする研究費を、出していただいている、配分機関と連携して、研究倫理教育の、教材等の整備を進めておりまして、その一環として、先ほど三島理事長からもご紹介ありましたけれども、本日のシンポジウムを開催いただいているといったところでございます。で、本日は、挨拶の機会ということで、簡単に最近の研究機関における、研究倫理教育の状況、それから、研究不正の状況についてご紹介できればと思います。で、こちらのこれまでの主な経緯ということで、ここからちょっとスライドが出ているので予定通りご説明させていただきますと、2006年8月に最初研究活動の不正行為への対応のガイドラインについてということで、大学等の研究機関における、研究不正の、調査等の取り組みを進めていたんですけども、その後も不正行為が後を絶たないといったこともございまして、2014年の8月に、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインということで、文部科学大臣決定といったことでガイドラインを新たに策定して、現在はこのガイドラインに基づいて各研究機関において取り組みを実施していただいておりまして、この新たなガイドラインの特徴としては、それまで研究者だけに研究不正の対応を委ねてたんですけども、しっかりと研究機関として研究倫理教育を実施していく、あとは研究データの保存開示を義務付ける、それから不正行為が起きた時の調査体制をしっかりするといったことを求めたといったことになります。で、2018年12月には科学技術イノベーション創出に向けた活性化に関する法律ということで、こちらは、罰則とはないんですけど、研究構成といったものが初めて法律に規定されたといったことで進展してきているといったところでございます。で、次は実際の、研究倫理教育の、研究機関における状況についてなんですが、こちらちょっと令和3年度ということで少し古いデータにはなりますけれども、研究者の受講率、こちらの研究者は文部科学省のガイドラインで必ず研究倫理教育を受けてくださいといったことになっているんですけれども、こちら 100% の研究者が受講していただいている機関というのがほとんどとたこと、それから、博士課程、修士課程、学部学生については、各大学等での任意の取り組みになるんですけども、そこでも、全ての学生において、研究倫理教育を実施しているといったところがかなり多くなってきているといった状況でございます。で、続きまして、研究不正ガイドライン策定後の、研究不正行為の公表状況についてですけれども、2015年以降ですね、大体10件前後で不正行為といったものは起きておりまして、こちら特定不正行為ということで論文の捏造改ざん盗用にあたるものの件数なんですけれども、しっかりとした、調査体制や、倫理教育がされることで、またその新たな不正の告発ともあるといったことで、ここは10件程度で推移しているといった状況でございます。で、その内訳なんですけれども、自然科学系では割と捏造改ざんが多い、それから人文社会系では盗用が全てとい
ったこと、あと関与した方、不正行為に関与した方といったことでは、いずれも教授、准教授が多いといった状況になっておりました。あとはこちらは、不正行為の認定公表状況ということで、論文の捏造、改ざん、盗用のほかに、論文の二重投稿とか、あとは不適切なオーサーシップといったものも、各研究機関で不正行為として扱って、調査されているものを含めた数ですけれども、こちらも、特定不正行為以外の不正案件というものも、年間10件弱ぐらいですね、毎年、継続して出ているといったような状況でございます。ただ実際の研究不正ガイドラインの策定後、各研究機関において研究倫理教育しっかりやっていただいておりまして、また不正事案があったときにはしっかりと対応いただいているといったことで、こちらの関係の皆様のこれまでのご支援、ご尽力に感謝申し上げる次第でございます。で、本日は本日のシンポジウム、従前の研究不正の枠組みから離れて、かなり社会との関わりのあるテーマといったことで、従前の研究不正から広がったテーマということで、私としても本日の講演、この後の石山副学長のご講演、それから午後のパネルディスカッションを含めて大変楽しみにしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。野村様、ありがとうございました。ありがとうございました。